マイホームね、すごいですね。全部自分たちで作って自分で、ね、あのこういろいろ物を作ったり建てたりするのも大変だと思うんですけれども、こう仲間との関係というのはどうなんですか。こう喧嘩とかしないんですか。そうだって村に、ね、なりますよね。仲間割れとか恋愛とかなんか見ててな、ね、皆さん若いからないのかな。あの喧嘩っていうのは あんまりないんですね、実は。で、それがなんでないかっていうのを考えたときに、毎月1回評価会議っていうのをやってるんですけど、月に1回お互いなんかここはダメでしょとか、なんかここはいいところだよみたいなところを感情的ではなく、なんかこう冷静に評価して、でそこで私たちは給料も決めてしまうみたいな感じなんですけど、でまあそういうことをあまりこう感情的ではなく、ちゃんと月一でこうたまらないようにまあそういうふうにやっているのでないんですかね。でもやっぱりチームプレーっていうのは大変だなって思います。みんな自己主張の強い人たちの集まりなので。そうですよね。絶対そっちの方がもしかして大変なんじゃないかなって思いました。ね、そっちも聞きたいです。そうなんですね、実際のところですね、はい、でもさっきしれっと1000人とおっしゃいましたけど、延べ1000人もいらっしゃったんですよ。これってすごい。延べっていうのは、まあ、そうです、はい、どこに決まるんですか、1000人。いや、1000人いっぺんに来るんじゃないですか。そうですよね。延べ1000人なので、まあ、本当に一番多くて入れるのは多分10人とか15人とかなんで、まあ、そういう人たちがくる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 回ってるっていう感じなんですけど、今は、もう一番最初の頃に取れた、なんか、量ですね。量で雑魚ねみたいな感じなんですけど、はい、あと目標は何ですか。ここまで行ったらもうゴールっていうのはあるの。ゴールですか。結構壮大というか、ですね、私たちは本当に地域に自立した事業を生み出したいっていうふうに思っていて、なので今は自給自足の生活っていう側面を強く、イメージされたかと思うんですが、ここで終わりだとは全く思っていなくて、自給自足は基礎ですね、基礎の部分としてあって、その上で、なんて言うんでしょう、やっぱり地域の中で、循環する仕事を作りたいっていうのと、もっと大きなことを言ってしまうと、誇りを持てる仕事を生み出したいっていうふうに思ってるんですね。例えば具体的に何かありますか。今まで、誇り、日本の誇りっていうとでかい話になっちゃうんですけど、まあ、経済だとかものづくりが結構日本の誇りだったと思うんですが、まあ、それがなくなった時にどうなってしまうのかなっていうのがすごく怖くて、で誇りっていうのは結構自分が誰かに感謝されたとか誰かの役に立ったっていう、そういう小さいことから生まれていくと思うので、その例えば、私なんて言うんでしょうね、まあ、本当に小さな話ですけど、さっき言っていた農家さんに教えてくださいって言って、で教えてもらう、で私がすごい喜ぶ、でそうしたら農家さんはすごい嬉しそうな顔するんです。なんか そういう小さなことが誇りを生み出していくのかなって最近すごく思っていて、まあ、形としてはまだうまく言えないんですが、そういうものを生み出していく仕事作りたいなっていうふうに思っています。なんかすごいね、ゴールが目標がまた大きく膨らんで具体的になったら、もっともっとなんか力強い裏ができそうですよね、はい、うん、いや実はこれすごいことをやろうとしてるんじゃないかなって感じ。井上さんぜひコメントをいただきたいんですけど、どうですか。いや、もう同じ中国地方にいながら早く取材に行かなきゃって言うんですけど、すごく象徴的なって言いますかね、宇部とか茂谷さんのふるさとの徳山とか、戦後一番変わったとこですね。海沿いがコンビナートになって、で そこから山とそれから島が耕作放棄地だらけになる。もう島 50% 以上の耕作放棄地で、でもそこが僕里山と里海とやってるんですけど、見事に環境が良くなってきていて、かつてはもう本当に海水浴できない遊泳禁止地帯だったんですけど、もうこの頃みんなガチャガチャ泳いでます。で山の方もいろんなことする人が出てきてっていうところで、一つはだからそういうところに
人が少ないところって要はフロンティアだと思っていて、昔西部劇とほらよく見てたんですけど、要はですね、人のいないところに滅ぼし乗ってね行くのがね、あのフロンティアなんですよ。人がいっぱいいるところに行くと競争激しいから、だからそういう意味では未来は本当はそっちにあってということが一つと、それともう一つ僕はすごくいいなと思ったのは、あのこういうことやってる人たちって完全にねグローバリズムっていうか、そのねフラット化してるんですよ、世界が。みんなが地球の中心に自分はいると思っていて、地球上のどんな人たちともつながっているし、ホイホイ行ったり来たりするし、で、アジアの人たちなんかと本当にみんなつながっていてですね、今回のかな、あの西粟倉村っていうのがあるんですけど、あの木の木を利用するっていうのが結構気になってやってるんですけど、ラオスの農林省の人がいきなり来たりするわけ。木の使い方を教えてくださいって。で、国の農林省にはさすがにちょっとね、聞いたかくていけないし、で、そんなところに聞いても、ろくなことを教えてくれない。あ、すいません。で、むしろ、西粟倉村みたいなところと直接つながると、もう、明日にも利用が、ができますっていう話ができるし、多分、高津さんも、そのカンボジアのだったり、そのね、そういうところの実際やられている方とつながると、あ、それ行きますねとか、うちもやりますよみたいな話になってるんだと思うんですよね。本当に、本当にそうなんですよ。なんかもう、今フラット化っていうふうに言葉にしてくださって、そうなんです、そうなんですっていうふうに思ったんですけど、まあ、やっぱり今まで、日本の教育とか、まあ、考え方とかの中で、日本の方が、アジアより勝ってるんだみたいな、その経済的な話で、語られたんですけど、実際にアジアに来てみたら真逆というのはあれですけど、もう全然違うんですよね。なんか生きる力含めて、まあ、でそういう中で、あ、違いましたっていうふうに私は反省しまして、まさに自分の中でフラットになって、だからこそ素直にその道具の使い方一つからして、まあ、目の輝きの根本は何だっていう疑問に対して、まあ、そういうふうに素直に考えられるようになったっていうのはかなりありますね。阿部さんからどう言いましたか。さっきの、ラオスでしたね、その話ですけど、アマチョウは、まあ、アイスランドとかアイスランドキャスターさんとかもっと一番僕好きなのはアメリカは、ね、カナダに住んでいらっしゃるそのネイティブアメリカ、はい、の首長の方が集団で来られました。やっぱり自分たちの伝統を守りながら、どうやって今の大きな社会の中で生き延びていくのかっていう事例が阿真町のモデルを非常に参考にしたいということで、町長の話とかをして、そのインディアンの方が涙を流されていたって話があるんですけども、まあ、さっきもその地域の誇りって話もそうだと思いますし、なんかソーシャルイノベーションとかっていう分野でいくと、よくそのスケールアウト、いかにここで作ったモデルをスケールアウトするか、世の中広げていくかって話が出てくるんですけど、その時にフラットでどこにでも通用しやすいビジネスモデルとかスケールアウトだと思うんですけど、教育とか地域とかで特殊性が高いもの、その土地の特有性が高いものはスケールディープという考えがあるっていうので、この今とことん深掘りをしていくと、それは世界中どこにも通用すると。で、僕も今国連の方と一緒にお仕事、コミュニティディベロップメントっていう国の方と一緒に仕事の話をさせてもらうことがあるんですけど、はい、国連の3人のハビタットという家居住環境を扱う3人の賢者というドラクエみたいなスーパーコンサルタントなんですけど、彼にその僕を雇いたいかって聞いてみたんですよ。で、どれぐらい通用するんだろうと思って、アマチュアで僕が見てきたものが、はいはい、オフコースイエスっていう感じで、まあ、もちろん英語が喋るだなっていう条件ですが、とことん1箇所でなんか自分でゼロから作るとか現場に見たり、そこを抽象概念化してこういろいろイメージを持てれば、世界中どこにも通用するんだなと最近本当に実感しているところですね。なるほど。スケールディープは佐藤さんはどうですか。まさに東京の場合ですね。そうですね、まあ、実はですね、私たち の団体はですね、はい、今回の三陸の津波の後には組織ができたんですが、運営している人間たちは実は
スマトラ津波を経験した人間とか、あとは、まあ、阪神・淡路を、体験したもの、まあ、私も、以前タイで働いたことがあるんですが、そこの町もですね、被災しまして、この前10周年を迎えたんですが、まあ、そういったところの、まあ、活動している人間たちや地元の漁師たち、あとは飲食店を経営している人たちがですね、まあ、つながってまして、で、まあ、今回もですね、三陸のそういうワカメ、メカブといったものを、誰がどのような苦労をして、まあ、どういうふうに育てられているかっていうのを理解しているので、輸出が決まりまして、まあ、バンコクとかですね、そういったシンガポールなんかで、居酒屋で三陸のメカブが食べれるというです、ね、はいはい、でホヤも今度は狙っているんですが、そういったものをですね、世界にどんどん出していくんですが、まあ、顔の見えるような食べ物ですね、みんながそのストーリーをですね、感じながら食べてもらえるようになっています。原さん、まさにこう地域にもう本当にディープに根ざすことが、はい、実はグローバルに通用したり、そうですね、ね、そのどうですか、感じます。もうまさに本当に皆さんが活動されていることって、うん、もうグローバルな話につながっていくので、うん、なんか逆に東京とか都会に跳ね返ってくるわけではなく、もっと広がりが広くても、はい、海を渡っていろんな国々とコミュニケーションを取るきっかけにもなるし、はい、逆に日本のすごくいいところ、いい伝統とか、うん、今残していかなきゃいけない部分が見えてくるものだなと思いました。うんうん、はい、あ、これは最後、皆さんのそれぞれの地域、また見られたものの中からぜひいただきたいんですけど、今日は多分皆さんのキーワードとして上がっているのは、やっぱり地域の資源って実はそこにすごく豊かにある。あの、先ほど安倍さん、ないものはないというお、ね、話もございましたけど、まさにあのその部分は皆さんに共通している要素の一つかな。で、一方でですね、あの、まあ、若者が来ないとかですね、さらには実際に仕事があるのかなとかですね、その辺のところはよく言われる話ではあるものの、でも今のお話聞いてると回っている気がすると。そこは一体何なのかというところもそうですし、今後実は皆さんの中で見えている、まあ、未来のモデルというか、そこをぜひ一言ずついただきつつ、あのクロージングの方に向かっていきたいと思うんですけども、安倍さんにあの、まあ、ないものはないと、実際に現場で、まあ、人作りの話もすごく面白かったですし、ものづくりの話もそうですし、今まさにこう数字で見てもグイグイ上がっていると。でもちろんあの現場の中で大変なこともいろいろあるのかもしれませんし、実はでももっともう好循環に入っていって、あの未来の姿が見えているのかもしれませんが、そこで何かヒントになるようなことをぜひご共有いただけたらと思うんですが、どうでしょう。すごい難しいですね。そうですね、ないものはないという価値観を掲げて、まあ、やろうとかいろいろアマチュアもやってきてるんですけど、2つ今言いたいなと思うことが出ていて、一つがその確かに、まあ、ここ株式会社やっていて、今社員も8人雇用していて、やれてるのとかよく言われるんです。 でもそれできるからやったかっていうと違うんですね、うん、必要だと思うから、やってみた、やれるようにどうやって成り立たせるかっていうことを一生懸命考えてやっていくうちに、いろんな人に助けていただいてできるようになった。だからそのできるからやるって言ってるからできないんだと思っていて、世の中がこれからどうなるのかっていうところに対して必要であれば、うん、やってみてやれる方法を多分民間がそういうリスクを負ってスタートすべきだし、うん、まあ、今日環境省の勉強ですけど、そういうスタートリスクを負っている人たちをどう国としてバックアップできるかっていうようなところが一個大事なんじゃないかなっていう思うんですし、なんか今日主催側に戻っているようなんですけど、それが一つと、山町の取り組みはでも実は、今のところ好循環、輝きの連鎖がこういろんな輝いている人が輝きをまた海っていう連鎖が続いているんですが、これは容易に止まると思っています。それはなぜかっていうと、やっぱりその人が頑張っていて、その人がもし倒れてしまったらとか、そういうのがどんどん続いてしまったらどうなるか。なので今はですね、その次世代の今を作ってこられた方々、やっぱり50代とか60代、70代なんですけども、20代か40代でこれから仕事をどうしていくんだっていうスタートをこの間切って、僕もそのお手伝いをしだしているところなんですけども、うん、その人の思いをちゃんと受け継ぐという、輝きの連鎖を止めないということと、はい、それからそれだけではやっぱり無理なところは仕組み化しなきゃいけない、うん、人材育成と仕組み化と両方をやっていかないと、うん、なかなか継続的なことはできないだろうなっていうのは、はいはい、思っています。ありがとうございます。今のすごい下深いお話あのいただきましたけど、あのまさにじゃあここはあの高田さん今取り組まれていることの中で、安倍さんのお話も受けつつなんですけども、今現場の中で見えてきているモデルとか、逆にここをこうしたらもっとうまくいきそうだとかですね、何かヒントにあるところ、今の段階で結構なんですけども、感じるところがあるか教えてください。はい、まさに仕組み作りっていうところに最終的には行き着くんですが、
さっき私インターンの子たちがたくさん来ているという話をしました。でインターンの人たちがなんか最近前は結構一生懸命おいでおいでとか宣伝とか告知とかして呼んでたんですが、この春になって突然なんか自然と人が集まってくるようになって、まあその人たちになんでここに行きたいの、来たいと思ったのかっていうことを聞いてみたところ、結構、まあ、自分の体を使わなくても生きていけることへの違和感だとか、あとはもっと自分で体を動かしたい、何かの実感を得たいみたいな子がすごく来ていることが多くて、まあそれ、まあそのそれがですね、なんか最近その、まあ、生き方そのものもそうですし、そのお金を中心としたこの社会の回り方への違和感っていうところにたどり着いてるのかなっていうふうにすごく自分の中に落ちてきまして、で私たちはあのなんて言うんでしょう、そのお金との付き合い方っていうのも一つの滝最終ゴールっていう話をしましたけど、はい、ありまして、あの田舎って結構本当に物々交換とか差し入れ文化っていうのが当たり前に存在しているんですね。例えばあの私が夢のマイホームとか行ってなんか近くの農家さんとかになんか言いふらしてたら、あのじゃあなんか机持ってくかとか椅子持ってくかとかいうふうになんか、はい、そういうふうなそのGDP には現れないけど、あるなんか経済みたいのがあって、でそういうもので、あの半分、自分の事業半分、そういうもの半分くらいで生きていけるなっていう実感があるんですけど、まあ、それをどう仕組みにしていくかっていうことを、まあ、一つのモデルとして考えています。で、まあ、一つ思いついているのは、まあ、これからレストランを作るっていう話をしたんですが、はい、まあ、そこで、お金じゃない交換をどうできるかみたいな実験をしてみようと思っていて、例えば、なんだ農業を手伝ってくれたら無料とか、うん、知恵を持ってる人だったら私たちに建築の技術を教えてくれたらご飯食べれるとか、例えば自家製の小麦粉を持ってきてくれたら、パンをあげますとか、はいはい、なんかそういう交換を仕組みにしたいなっていうふうにすごく思っていますね。それができたらすごいと思うんです。新しい経済だと思うんですね。ありがとうございます。そういうところを、はい、思っています。あの井上さん、多分今の関連しそうな気がしましたので、ぜひちょっとあの感じになってみてください。そうですよね。あの里山資本主義ってあの変な言葉なんですけど、あのもともと僕マネー資本主義っていう、そのお金がいっぱいある人が幸せで、まだ偉くてっていう世の中、あのリーマンショックの後マネー資本主義っていうのが、なんか変だなと思って取材したで、そこに里山って入れたいなと思って里山資本主義っていうのを作ったんですけど、つまりやっぱりそういうことで、つまりお金がいっぱい貯まってたら幸せなのか、人のつながりはなくなっちゃうし、人はどっちかというと排斥し合う関係になっちゃうし、世界で ある業種でいうと世界で一社しか残らないみたいな競争するしっていう、そういうことじゃないなね、それからもう一つは、もうあの一緒にやあの最初に紹介した和田さんなんかがいつも言うのは、ないものねだりはやめようよっていう、で今までの地方にいて、中央にいてお金ください、はい、ここにはあのこういうもの建ててくださいって言ってるのは、要はここにはないけど都会にはあるというものをくださいと言いに行っているわけですが、それを言えば言うほど田舎には何もないということを自分で言っていることになっているので、それは若者は都会に逃げていくに決まってますよねと、ここにあるんだと言わないと、で僕はこの頃言ってるのは、あの地方に田舎にないのは都会だけでしょと言っとるわけです。他全部あるじゃないですかと、まあ、いうふうに言っていてですね、あのそう思って やれてる人はあのこっちの方が楽しいよねって絶対言ってるということなんではないかと。ありがとうございます。佐藤さん、今後に向けてもそうなんですけども、今日お感じになったところもですね。はい。私も安倍さんと重なるところがあるんですが、あの学びというところに注目していまして、ただ潜るだけではなくて、瓦礫がなくなっていて、次にあの、まあ、養殖とかが復活してきてですね、どのように育てているのか、皆さんの口に入るまで、自分が入るまで、まあ、どのような成長しているのか、実際どうやって形ができていて、食べれるようになるのか、そういったものを、皆さんに学んでもらっています。
で、それはあの東京やですね、他の地方からたくさん来られるんですが、それだけではなくて、その姿を見て地元のですね、まあ、大人たちです、子どもたちはまだちょっと海までは近づきがたいところがあるんですが、大人たちが近づいてきまして、実際に自分も潜りたいと、地元がこんなすごい海だったっていうのを知らなかったっていう人が多くてですね、まあ自分たちもその漁業とか地元の海、特産ですね、そういった地域性を理解して武器になるなっていうのをみんな理解し始めてきているので、学ぶ場所ですね、そういったものが今からもっと必要になるなっていうふうに思っています。ありがとうございます。花田さん、今日は本当にいろんな話が出ましたけどそうですね、いろんなヒントもあったと思います。どんなところが印象的だった？そうですね、私はあの震災をきっかけにいろんなこう生活の面に意識が変わりまして、やっぱり東京でも物がなくなってしまった時期があったんですよね。でそれ以来私は例えば納豆がなくなったからじゃあ作ろう、味噌がないからじゃあ作ろう、いろんなものを作り始めたのが本当震災がきっかけだったんですけれども、それ以前からそういう生活をされてた大先輩方が今日ね、いらっていろんな話を伺って、なんかそれぞれの活動がまたその地域を活性化させるし、そこの国をまたパワフルにさせていくし、はい、なんかいろんなところに跳ね返ってこの国がまたね輝き、あーって始めるんだなって思いました、はい、自分が取り入れたいことがまた今日たくさんあって参考にさせていただきたいと思います。次はどこ、今日お話のどこかの現場に行ってみる。そうですね、ちょっと体験しないと、体験を、はい、マイホームもありますし、カキもありますし、よりより緑だと思います、はい、順番にですね、いろいろ教えてください。ありがとうございます。あの、あっという間に、あの、まあ、少し時間はしましたけど、でも本当にあのディスカッションの中でいろんなヒントがたくさんあったと思いますね。で、あの、それぞれの共通の考え方もそうですし、それをこう個別の事例の中で皆さんどういう工夫をされているのか、それからそれが今後どうなっていくのかというところのヒントを本当にたくさんいただいたと思います。というわけでこのディスカッションを以上としまして始めたいと思いますが、改めてご登壇いただいた皆さんに盛大な拍手をお願いします。以上をもちましてディスカッションのパート1ですね、自然環境などの地域資源を活用した持続可能な地域づくり、本当にいろんなヒントがあると思います。